ろたえないでください。出撃いくよ。かかってきな。ノックを教えてやる。出撃いくよ。いい運動になりそうだ。自分の番でいますね。これくらい楽勝。なんか照れるな。陰気臭いため息なんかついて、今にも腐りそうな面してんじゃないよ。今にも腐りそうなのはそっちの方じゃ。あ、何か言ったかい？うん、別に何も言ってないし。だから何なんだい、そのため息は。私また太ったような気がするっていうか。どうせビビたるもんだろ。どれだけ太ったって言うんだ。わかんない。は？測ったんじゃないのかい？だって体重計に乗るの怖いし。確かめもしないで太ったと思って落ち込んでたのかい？バカなやつだね。そんな怖い顔で怒んないでほしいし、どうせ君みたいにスタイルいい人にはわかんない悩みだし。スタイルいいとか、おだてたって何も出ないよ。なんか照れてる。照れてない。敵と遭遇しました。行きまたいの番だね。行くよ。調子に乗るな。この出撃取ってきな。私の出番で。ミッションクリア。気を引き締めな。速やかに収束する。いい運動になりそうだ。自分の番で。じゃあ行こうか。ノックを教えてやる。みんな気をつけな。出撃見てな。行きます。ふざけんじゃないよ。怒るですよ。速やかに収束する。終わらせるよ。作戦行動に入ります。さあ、ロックに行こうか。出撃の番だ。私の出番だな。出撃相手だ。ロックな戦いだったろ。敵へ発見。作戦行動に入ります。待ってたよ。終わらせるよ。出撃相手だ。じゃあ行こうか。そう、乗るな。教えてやる。行きます。立ってきな。私の番だね。作戦行動に入ります。戦場での油断は命取りだ。速やかに収束させる。ノックを教えてやる。出撃を。かかってきな。ドアバレするか。作戦行動に入れますよ。まあこんなもんかな。みんな気をつけな。作戦行動に入ります。私の番だね。行くよ。出撃。目標完全に沈黙。着く。総員戦闘態勢。速やかに収束させます。私の出番だね。作戦行動に入ります。総員戦闘態勢。
戦闘開始だよ。速やかに収束させる。いい運動になりそうだね。勝利のミルクは格別です。気をつけるんだよ。速やかに収束させる。待ってたよ。行くよ。出撃の番だね。私の番だね。終わらせるよ。やめろ。出撃的な。ま、こんなもんかな。死ぬか即座に殺されるか、好きな方を選ぶがいいのわよ。ええー、んな無茶な。目を覚ますです。行きます。これで終わりに。当たりの番だね。見てるて。いい運動になりそうだ。全力をぶつける。ちょっと終わらせるよ。これでも暗いな。やめろ。負けるんじゃないよ。腕が足ります。本気で負けるんじゃないよ。渾身の一撃だ。私の出番だね。腕で終わりだ。これでいいかな。速やかに収束させます。全弾撃ち尽くせ。頑張れ。ありがとう。始めますよ。ヒーリングです。じゃあ行こうか。これで終わりだ。ドアバレするか。カボチャカワー全開で終わりに。ブーストやめるぞ。これで終わりに。じゃあ行こうか。全力をぶつける。行くよ。覚悟しな。こんなの興奮してきた感じ。すごい！動けないだわよ。ああ、もうどこからでもかかってくるだわよ。何してるだわさ。ん？何してるだわさ。ん？真面目にやるだわよ。ん？何してるだわさ。真面目にやるだわよ。
遊ぶって言うてもあることだし。え、俺遊ばれんの？あんたに飽きないうちはあんたの力になってあげるだわさ。それであちきが味方になるんなら安いもんだわよ。かなり個性豊かな子だけど裏表なさそうではないかな。これなら仲良くできるかも。わかった、できるだけ退屈させないように頑張るよ。イニシアチブを取りました。速やくよ、収束させ、いい運動には教えてやる。作戦態度に変えます。神妙な奴が現れたな。出撃始めますよ。痛いね。私の番だね。出撃よ。ミケルテ、ふざけんじゃないよ。ドアバレする気やくよ。収束させます。神妙な奴が現れたな。出撃だ。ミケルテ、いい運動になりそうだ。行くよ。じゃあ行こうか。行くよ。あたいが相手だ。ドア暴れするか。速やかに収束させます。総員戦闘態勢。作戦態度に変えます。私たちの勝ちだ。敵へ発見。作戦行動に入ります。私の出番だね。行きます。あたいの番だね。ビクトリー。敵へ発見。行きます。あたいの番だね。私の出番じゃあ行こうか。ノックを教えてやる。行きます。じゃあ行こうか。ドアバレ出撃。行けな。私たちの勝ちだ。痛いね。女の子はあたいが守る。速やかに収束させます。待ってたよ。行くよ。行きます。見てな。見てるで。痛いね。じゃあ行こうか。いいね。やったな。ロックに行こうか。調子に乗るな。かかってきます。次行くよ。行きますよ。待ってたよ。ロックを教えてやる。出撃行くよ。いい運動には教えてやる。行くよ。かかってきな。私の出番だね。作戦終了。ロックを教えてやる。自分の番だね。待ってたよ。ドアバレするか。祝杯でもあげる。戦場での油断は命取りだ。速やかに収束させます。私の番だね。調子に乗るな。速やかに収束させます。決まりました。行くよ。やめろ。自分の番だ。いい運動になりそうだ。終わらせるよ。始めますよ。ロックな戦いだったろ。
戦場での油断は命取りだ。自分の番でやりな。私の出番だ。出撃。これくらい楽と。采配のおかげです。ココと話して、中途半端に邪魔が深まっちゃった感じだな。うまくはぐらかされたっていうのか。あの遺跡のことで。ちょっと、なんでここにいんの？超意味わかんない。第三エリアが汚れる。マジムカつく。え、だってオットンの飼い主だから OK って。誰が飼い主だぜ？とか言ってオットンちゃんも無理やり連れ回してるんでしょ、この極悪人。ちょっと待ってよ、あなた自分で言ったこと忘れたの？イオ君は悪い人じゃないからいいって、そうおっしゃいましたよね。え、何それ、知らない。超ウケるんですけど。あんなに友好的だったのに。ちょっと合わない間に彼女の中で一体何があったんだ？ああ、多分じゃがな、悲劇のヒロインに飽きたんじゃろう。別れた後に頭の中で状況をこねくり回したんじゃろうな。謎甘い甘い。あること
ないことを作り出してるぞ。あれはあやつのぶっ飛んだ脳内ストーリーでは、わしらはペットかっこオットンを虐待する極悪人で、あやつはそれを助ける正義のヒロインとかそんなになっとるぞ。まあよくあることじゃが、私の愛の力でオットンちゃんを人間から解放してあげるんだから、オットンちゃんを救えるのは私しかいないみたいな。え、おい、それもいいかなって顔をしておるぞ。いやレディ、それは誤解なんだち。ともかくプリティ、夢のようだったが、あの話は丁重にお断りしたはずなんだち。やだ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 、なんでそんなこと言うの。私はここのエリアリーダーなんだからね。私が言ってるんだから、オットンちゃんは私のなの。あんたたちどうせ第4エリアへ行きたいんでしょ。私を怒らせたら第4エリアへは行けないんだもんね。やっぱりこうなるのか。これは真実の愛なの。障害があるほど燃え上がるよね。待っててね、オットンちゃん。話聞いてテンション上げ上げでいっくよ。そのテンションについていけない。速やかに収束させます。全弾あたりは相手だ。見えなくするよ。見てるて、これで決めます。バックを教えてやる。あたしの番だね。渾身の一撃だ。ほんのロックを教えてやる。どう、腕が鳴ります。これいい運動になりそうだ。渾身の一撃だ。サポートに速やかに収束させます。全弾打ち尽くせ。ちょっとで終わらせるよ。すごいやついくよ。私の出番って、これ鍛えられます。それ待ってたよ。渾身の一撃だ。これでも食らえ。すごいのくよ。興奮してきたダチョウ。行くよ。こいつで終わりだ。私の出番で、すごいことを行きます。いた、私の番だね。覚悟はいいか。お口何かがたぎるんだぜ。動けないよ。私はどんな障害にも負けないんだからね。私は、いや、そこ、いや、そこ、そこ、いや、そこ、あれ、何してる？いや、そこ、ごっかい。私たちの勝ちだ。な私はなんてことを。元に戻ったみたいじゃな。よかったお。なんなのよあれは。あんなの私のなりたかった理想像じゃないのに。大丈夫か君。はい、本当にご迷惑をおかけしました。あ、はい、いえいえ、こちらこそ。なんであなたまで謝ってるの。あの、やめてください。当然のことをしたまでですから。私たち、モンスター娘を元に戻すために旅をしているんですよ。だから当たり前というか。それ、私にも手伝わせて。あんな姿が私だと思われるなんて耐えられない。あんなんじゃないんだって証明させて。お願い、絶対役に立つから。本当に。ふむ、心強いの。何関係なんだ。ほほ、これからたっぷり俺様を可愛がってくれていいんだぜ、マイプリティ。え、いや、ちょっと
私の好みじゃないかなって。えっ、だってあの時はなんかテンション上がっちゃってさ、とりあえずやばいとかウケるとかかわいいとか言っとけば OK みたいな、テンションで乗り切れとかそんな感じだったんだよね。だからごめんね。あんなに、私を助けてくれたお礼とパーティー参加記念よ。今日はパーッとやりましょう。なんかいい、これは踊らずにはいられないな。踊るんだぜ。よっ、はっ、ほっ。えなんじゃあれは、タコ踊りか。あれなら俺の方がいいキレなんだぜ。ひよくん、相変わらずリズム感ない。だよね、下手くそ。もうダメダメ、踊りっていうのはこうやるのよ。見てて。おお、なんと見事だ。ちょっと、え、何？あの、大丈夫ですか？鼻血拭いて。いや、思春期は大変じゃの。スケベなとこはちょっと嫌。あの鼻
は、そうね。そういうものじゃろうって。特にあやつぐらいの年頃のおの子はの。それに抑え込むばかりが良いとは限らぬぞ。余計に悪化することもあるのじゃぞ。そういうものなの？良いではないか。健康的なおの子で。ラテさんが言うと良くない意味に聞こえるような気がするのはなぜでしょう。さあの、バレてる。俺のやましい気持ちバレてる。いや、でもそんなに嫌がられてはない感じは。ラテもフォローしてくれてるし、うん、俺たち仲良くやれてるもんな。やれてるよな。あれ、女の子たちみんなと仲良く、これってまるで、ハーレム？すっげえ、ハーレムなんて小説の中だけかと思ってたよ。世界も救っちゃうし、女の子にも囲まれるなんて、俺ってマジ英雄みたい。これはもうハッピーエンド間違いなしだな。どうしよう、全員と暮らせるかな。みんな俺の嫁？でも全員と結婚。ちょっと、あ、なんだい、うわ、リリア、みんなも盗み聞きか。最低。そういうのは良くないと思うよ。いや、これは本当、たまたまっていうか。今日はどんなご用？誰に会いに行くのかしら？助けてくれてありがとね。ほんと助かった。いきなりなんだよ。あれ、あの時お礼言ったかなと思ってさ。今さらでごめんね。律儀だな。だってケバい化粧とか変な日焼けとかするとこだったし、本当よかったよ。脳みそ溶けてるのかと思ったよ。変になってた私が言うのもあれなんだけど、まだまだ変になっちゃってるモンスター娘がいるし、それだけじゃなく世界も救わなくっちゃ。そうだな。大丈夫、私たちが力を合わせれば何だってできるっしょ。えいえい、おう、ほらイオもテンション上げていこう。おお、でもここでいいの、普段から元気出していかないと。ほら、もう一回いくよ。えいえい、おう、おお。元のテピカはポジティブで周りを引っ張ってくれるタイプだな。それがどうしてあんなわがままになってしまったのか。パンプキンスープを飲みたかった。え、え
それ本当さね。そうとは知らず、あちきはなんて冷たいことを。まあ嘘だけど。そう、あちきは。え、嘘さね。でも本気で心配してくれて嬉しかった。そういう人私好きよ。そういうこと素で言われると怒れなくなるじゃないさね。まったく、このアチキを振り回すなんて大したやつだわよ。あ、危ない。俺も騙されかけた。ふさふさだから大丈夫。でもそれ本当？さあどうさね。あんたで試してみたら退屈しなさそうだわさ。俺で実験しようとしないでくれ。あんたは単純で面白いだわさ。俺ならしばらく退屈せずに済みそうだわね。君が退屈しなくても俺の神経がすり減りそうなんだけど。これくらいで神経すり減らしてるようじゃ世界の危機を救えるとは思わないわさ。う、正論なのか。でもなんかおかしい気も。あちきはあんたを気に入ってるんだから、細かいことは気にせず光栄に思っておけばいいのわさ。何をする？誰の部屋を選ぶ？何をする？また来てね。今日はどんなご用？また来てね。いらっしゃいませ。リオくん、おかえり。その様子だと旅は順調そうね。なんか元気なさそうですけど、どうしたんですか？ちょっとね、モンスター娘がおかしくなってたら、人間もモンスター娘もピリピリしてるじゃない。ちょっと肩身が狭いのよ。確かにモンストピアのモンスター娘は人間を敵だと思ってるけど、町のモンスター娘はなんともないのに。いつ外のモンスター娘みたいに人間の敵になるんだみたいな目で見られるのだ。やっぱりリオくんみたいに変わらずに接してくれる人ばっかりじゃないのよ。普段はいい人でもこんな状況だからね。小さなことでも疑ったらおしまいなのよ。それで弊害が。え、大丈夫ですか？売り上げとかね。え、世界がなんて一ラジだとやっぱり影響出ちゃうのよ。元気ないってそりゃ元気ないわね。だって不景気なんだもの。あ、そっちですか。あなたは変わらず当店をご利用くださる？あ、はい、もちろんです。本当に？約束だからね。今後ともどうぞごひいきに。いらっしゃいませ。じゃーん、新商品を入荷したわよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご用は？また来てね。